パワークラフト児玉恵梨香選手、そして優勝は席ナンバー6番東四音響ワイズベータチーム西村彩選手。それでは優勝の選手から聖書が贈られます。それでは岩副会長より送っていただきましょう。まずは優勝の聖書でございます。おめでとうございます。今日は応援ありがとうございました。ワンラップ目にゴールクリーンをしちゃったので、ずらすぎて緊張で足がもったいないミスがいっぱいありました。ずらすぎて集中力が途切れたことが、この課題かなって思います。体力的には全然問題なかったので、このまま次の試合に向けて理解でまた行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは改めまして、上位レディースクラス選手を紹介させていただきましょう。レディースクラス第5位は鈴木県5番寺田千恵子選手、第4位ゼッケンナンバー3番北垣和恵選手、第3位ゼッケンナンバー1番小谷久子選手、第2位ゼッケンナンバー2番児玉恵梨香選手、そして優勝はゼッケンナンバー6番西村彩選手でした。おめでとうございました。第4位ゼッケンナンバー103番リノレーシング和田博之選手。おお、やるね和田さん。第3位ゼッケンナンバー3番チームカシック池田蓮選手。若者だらけじゃないこれ。第2位ゼッケンナンバー39番チーム三谷宇治川聖也選手。そして優勝はゼッケンナンバー70番チームTRS エトス小林直樹選手。それではまずは青少優勝ライダーからお渡しさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。今日はコンディションも悪く、自分も持って楽しんでいません。この熊本では16年代して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。そして優勝しました直樹さん、ありがとうございました。久々の全日本ですけども、ひろゆき大先輩、そして山本昌也さんにも応援していただいて、自分が思ってる以上の走りができたんで、終わった後の点数どうのこうの制約やね、他のライダーの走りを一切見れなかったんで、無事怪我なくゴールできて、しかも優勝できて嬉しいので、また頑張ろうと思いますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ、それでは改めまして、こちらに B 級上位のライダーをご紹介しましょう。第6位は、ゼッケンナンバー43番、磯谷薫選手。第5位、ゼッケンナンバー73番、武田洋子選手。第4位、ゼッケンナンバー103番、和田博之選手。第3位、ゼッケンナンバー3番、浮田蓮選手。第2位、ゼッケンナンバー39番、藤川聖也選手。初優勝は、ゼッケンナンバー70番、小林直樹選手でした。おめでとうございました。以上で国際 B 級クラスの表彰式を終了とさせていただきます。おめでとうございます。北岡浩一選手。第2位ゼッケンナンバー1番チームビッグボックスベーター長久保平選手。そして優勝はゼッケンナンバー11番ファインモータースクール本田元春選手。それでは優勝ライダーから聖書が贈られます。聖書と、そして、鹿の蕎麦焼酎の贈呈でございます。飲まれんじゃん。おめでとうございます。飲まれんじゃん。そして鳥取市長賞ということで、スナメダルに続きまして鹿の特産品の詰め合わせが優勝ライダーに贈られます。おめでとうございます。さあ、続きまして第2の方にも詰め合わせです。やった、ありがとうございます。1、2、3、4、5、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 1、2、3、4、
ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、頑張れよ。ありがとうございます。長久保選手、今日はお疲れ様でした。おめでとうございます。そして優勝の本田選手、皆さんお疲れ様でした。久しぶりにレース出て、こうやって表彰台に立てて、非常に嬉しいです。体力的に言うとここのメンバーだと僕と新君は同級生ですけど、一番ね、年寄りなんで一番きついんですけど、なんとか、若手とこうやってね、勝負できて、本当に全日本楽しんでね、次の、九州も頑張って、また表彰台目指したいと思います。応援よろしくお願いします。まあ、24番小野隆選手、第5位デッキナンバー19番西和也選手、第4位デッキナンバー2番船田慎二選手、第3位デッキナンバー13番田岡浩二選手、第2位デッキナンバー1番長久保京愛選手、そして優勝はデッキナンバー11番本田元春選手でした。おめでとうございました。以上、国際 AT プラス第2位デッキナンバー1番HRC クラブ三谷小川智之選手、そして優勝はデッキナンバー2番ヤマハファクトリーレーシングチーム古山健選手、さあそれでは優勝しました古山選手に福井松本選手からご登場お願いします。今日は皆さんお疲れ様でした。僕的には1月上からすごい出だしが悪く、成績が安定しなかったんですけど、まあ、この順位に乗れたのは今日は良かったかなと思います。次の九州に向けて、ちゃんと自分の実力を出せるように練習頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございました。さあ続きまして田中選手、お疲れ様です。今日はミラクルはちょっと出だしの方は調子良かったんですけど、まあ、後半戦ちょっと出てミラクル面はもう全然ダメだったので、まあ、なんとか一つ勝てたので良かったと思います。次の決勝頑張ります。おめでとうございました。さあ続きまして小川清選手、応援ありがとうございました。今日はライティングは良かったかなと思うんですけど、満足いく1回にならなかったので、次回はもっと満足できる結果を残したいと思います。応援またよろしくお願いします。おめでとうございます。そして野崎選手、応援ありがとうございました。個人的にはすごく調子が悪くて、タイにもう出るかどうかちょっと全然わからなかったんですけど、終わってみるタイにはとりあえず動くことができて、そこが良かったんですけど、次は、まあ、調子のいい状態をすでにキープして上位に上がりたいと思います。おめでとうございました。そして小川智之選手、応援ありがとうございました。久しぶりにこうトライアルっぽいセクションが作られてて、ライダー的にもかなり難しかったんですけど、まあ、走り応えがあってすごい楽しかったので、まあ、いいパフォーマンスが見せれたコースもありますし、見せれなかったコースもあるということで、まあ、安定しない1日だったので、まあ、その2位という日だったと思うんですけど、まあ、ライバルの栗山選手見てても乗れてましたし、まあ、お互いこれからもまだ残り戦いありますので、走りをして皆さんと一緒にトライを分かち合えたらいいかなと思ってます。応援、これからも応援よろしくお願いします。おめでとうございます。さあそして今シーズン初優勝、古山選手おめでとうございます。はい、最後まで残っていただきありがとうございます。去年の北海道大会以来の、優勝です。何度も何度も勝てそうな、時はあったんですけども、まあ、最終的に逆転負けっていう形でずっと負けてたんで、非常に嬉しい、1位となりました。勝因って特にはないんですけど、基本的に今日は本当に安定して、平常心で走ることができました。これから九州、そして北海道と連戦が続きますけども、この気持ちを大事にして、頑張って走りたいと思います。また皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございました。さあそれでは改めまして国際 A 級スーパークラス上位のライダーを始めましょう。第
6位、席ナンバー5番、柴田明選手。第5位、席ナンバー6番、田中芳乃選手。そして第4位、席ナンバー4番、小川剛選手。第3位、席ナンバー3番、野崎文孝選手。第2位、席ナンバー1番、小川智之選手。そして昭和席ナンバー2番、古山圭一選手でした。おめでとうございました。以上、国際野球スーパークラスの表彰式を行わせていただきました。皆様ありがとうございました。はい。